してくれって、もう誰かお願い、誰か来てって、お願い助けて私を今、お願い誰か抱っこして赤ちゃんを。やばい、マジでイライラしちゃった。本当にイライラした、マジで。どうしよう、なんかさ、作業さしようと思ってさ、やろうと思って寝てる間に、そしたらもうずっとガチギャン泣きして、その前もミルクあげたの、ミルクあげたのにギャン泣きして、いやもうさ寝てくれよって、 2,30 分も経ってないのに、もうなんか、でしかもその時ちょっとなんかトラブってて、いろいろ仕事っていうか、まあなんかいろいろトラブ、ちょっと、まあ、ほんと大したことないんだけど、なんか今ちょっとこれをマジでやりたいのに、とかあるじゃん、そう、今ちょっとこの問題を解決したいって時に、もうずっとギャーみたいな泣かれて、もうマジでイラついてしまった、マジで。自分に余裕がない時にギャン泣きされると、もう本当にマジでヤバすぎて、自分の太ももをめちゃくちゃ叩いてしまった。マジで自分の太ももを叩きながらマジでイライラしちゃった。久々にすっげえイライラしちゃった。やばい、自分に余裕なさすぎ。赤ちゃんは何も悪くない、赤ちゃんはマジ何も悪くないし、まあちょっと口寂しかったんだと思うんですよね。あー本当に情けない、マジで自分が悲しいよ。どうしたの？ねえ、ねえ、なんで泣くのそんなに？ねえ、抱っこがいいの？うん。長くない？今日ずっと抱っこじゃん。ねえ、寝れないの一人じゃ。隣にいるよずっと。ねえ。いるよ隣に。ねえ、別にお腹空いたわけでもないの？ねえ、抱っこがいいの？ねえ、あなたは可愛いけどね、自分に余裕がなくてごめんね。ミルクとおむつも買えたし、マジで情けないよ本当に。もうめちゃくちゃイライラしてしまった、悲しい。イライラしてる自分が悲しい、自分に悔しい。もうナータンはマジで悪くない、ナータンはただ一生懸命生きてるだけだし、悪くないのも分かってる、悪くないのも分かってるけど、ナータンに対してもういい加減ちょっと寝ろよとか、もうって思ってしまいましたね。めっちゃ好きなんだけどね、なんだろう、もうダメだね、難しい。自分に余裕がないとこんなお母さんで申し訳ねえ。どこにもぶつけられないこの感情だったりとか、ワンオペ育児の大変さとかはね、まあワンオペ育児って言っても私はまあ、手伝ってくれる家族はいるから、もうワンオペとか言っちゃいけないんですけど。いやーもうマジでイライラしてしまった、本当に。悲しいね、多分みんなもそうだよね。多分、育児してる人も、一度や二度はイライラしちゃったりすることあると思うんだけど、なそのイライラのもうめっちゃイライラ。イラってすることは世の中いっぱいあるけど、もうそう。もうどこにもぶつけられない怒り、怒り？怒りの矛先も別にさ、悪いことしてないじゃん、あなたは。悪いことしてないし、何かを壊したとか割ったとか、そういうことで、ただ自分が思う通りいかない。自分のやりたいことがスムーズにできない。やりたいことをやろうとしてもこっちに構わなくちゃいけないっていう、そのなんかただ自分が自由にできないイライラってめっちゃ恥ずかしくないですか。めっちゃ恥ずかしいだけどしてしまったことをちょっと素直に動画にしてみました。やらなくちゃいけないこともあるし、
難しいんだけどね、なんか家事とかもやりたいとか思うタイミングでできなかったりとか、やりたいタイミングでできないのもあるあるじゃないですか、育児って。じゃあ嫌なら子供産むなよって話だし、分かってたし。だけどまあそういう時にやっと寝かしつけた、やっと寝かしつけたのにもかかわらず数分で起きて、またあのギャン泣きをされるのを繰り返されるっていうのを日々が続くと、やっぱどうしても私も人間なので笑顔ではいられなくなってしまうし、ちょっと耳を塞ぎたくなってしまう時がある。もういい加減にしてくれって、もう誰かお願い、誰か来てってお願い、誰かお願い助けて私を、今お願い誰か抱っこして赤ちゃんを、今誰か私の赤ちゃんをちょっと抱っこしてくれって思ってしまったけど、泣くな、そんなことで泣くんだね、泣くんじゃねえ、そんなことでもう。はあ、手持ってしまったな、ダメだね。いやー、でもこれな、怒られんのかな、ごめん、もう本当に申し訳ない。まだ母が弱いってか、私が弱いよね。もっともっと大変なことってあるでしょ。だってまだうちの子なんか泣くだけだけど、多分赤ちゃんでさ、よくでさ、 TikTok とか動画とか流れてくるのはさ、離乳食こうやってさ上げてさ、バーンってやられたりとか、手でさ弾かれたりとかしてさ、やられる時にも、まあってやっぱなったりするじゃん。それもまだ控えてるのに、こんな状態で自分ができない、自分がやりたいことがやりたいタイミングでできないだけで、すごくイライラしてしまってる自分、情けないって感じですが、まあこういう日もあって、自分ちょっと反省しつつ、自分も親になって4ヶ月目なので、次5ヶ月目に向かってるところなんですけども、こんな自分もいるということを認めつつ、反省しつつ、いいお母さんになれたらな、いいお母さんというか母として成長できるように頑張りたいと思います。ちょっともうリアルな感情、素直な気持ちをちょっと動画に撮らせていただきました。いやー、余裕ねえな、ダメだな、すいません。ということで、今日も見てくださってありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録してくれるとグッドボタン押してくれるこんな動画で、各 SNS のフォローもよろしくお願いします。ありがとう、ごめんなさい皆さん、またねThank you.